さあ始まりました、マリオメーカー2、ちはやです。エノマスライドザブンブン、ブンブンに乗れます。だってさ、本当にこのクッパクラウンみたいな感じで乗れるっていうのを今イメージしてますよ、自分の中では。ヨッシーとかクラウンとか、ああいう感じで乗れるっていうのをイメージしてるぞ。頼むぞ、そういう感じのコースであってくれ。逆にお願いします。うわー、何よ、暗闇でドアに入って、あはは、本当だ、ブンブンに乗ってる。なるほど、そう表現してきたか。あー、すごいなこれな。ちょっと俺が思ってたイメージとは違う乗り方だったけどね、ライド4だったけどね。ははー、なるほどね。ああいう風に行けるんだね、知らなかったわ。おー、なるほど。高評価チャレンジ、人気ランキング、とても難しい第1位のコース、クリア率 2.41% ということで、5回以内にクリアしたらぜひ高評価をお願いします。ベストタイム1分10だから、ちょっと長めのコースだね。クリア率はちょっと高めなんだけど、5回でいけるか多分微妙なラインだと思う。5、6回でクリアできるかなっていう予想、自分の中で。いきましょう。うわ、ここジャンプじゃなかった、オッケー、危ねえ。上抜けれるようにしてくれたのは助かりますね。危ねえ、いきなりこれは脱ぎ捨てだな。これは脱ぎ捨てですよね、多分ね。持っていけたら、履いていけたら最高なんですけど、これは右左と言って多分右にジャンプする。いやらしいな、トゲの配置が。オッケー、しっかり当てれば大丈夫。これ切り返しでしょ、オッケー。はい、危な、当たったと思った、危ね、オッケー、中間までノーミスで来てます。こうだね、よし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 、うまく作ってくれてるな。ちゃんとさ、こうバネを投げるタイミングとか投げる位置とかを教えてくれてますよね。これは大丈夫、死なないようになってた。あ、これミスってもやり直しが効くよってやつだな。連続ジャンプ、さあ間2マス空いてるんだったら難しくない。1マスだったら本当に地獄なんだけど。よーし、これまだ続くんだね。ふぅ、じゃあちょっと気持ちを落ち着かせるためにも、しっかり主戦度のようにね、お金を集めていきます。結論、金が全てなんでね。さあ、這い上がってくる系、毒が上がってくる系だ。うおー、いやらしいね、今のはね。よくしのいだ、相模で。素晴らしい。いい反応見せた、マリオさん。すごちるやつ、おぶねえ、下上がってきてた。切り返しがね、指が痛くなるんでね、みんなやるときは要注意だね。OK! これは手の、なんて言えばいいのかな。先っちょのとこと腹のとこで押すようにしてるけど、一発クリアしました。俺やっぱプラットフォーム系のコース得意だな。第2位もちょっと遊んじゃおうか。これは踏んでいく系だよね。プラットフォーム込みの踏んでいく系。オンフプラットフォーマーナンバー7。さあ行きましょう。うーわー。パッ！オッケー！うわっはっは！反応できなかった。よいしょ。うわっしょい。おしっぱからのオフ切り替えて、ここ乗って、ここ乗って、ずっと、なあ、トゲに当たった。今日は第2位の方が難しいやつだな。よし、オッケー、いけた。うわ、危ねえ。オフ切り替えて、当たらないように、オッケー。いや、あのね、ブラックパックの配置がえぐいんすよ。いやらしいよね、これ。さあ、しっかり。いや、上下するプラットフォーム難しいしね。あれちょっと乗ってるだけで死亡するようになってるから。これはなかなかですよ。なかなか。ポンポン。オッケー。オフ切り替え。綺麗に切り替えて。うわー。やらしいね。やらしいね。全体的に。切り替えて。これは、大丈夫。きつくない。Z 押しましたけど。押してなかったか。ほい。届け。うわ、ギリギリ。危ねえ。しのいだ。届け、届いた。大きく切り替えて、当たらないように助走つけたら落ちた。うわー、ここむずいな。うわー、届かねえよな。うわ、むずい。こっから全体的にコースが難しくなりすぎてない？ほっ、届け、オッケー。あ、このまま行く流れで行った方がいい。こういうのは止まっちゃダメ。よーし、ここまで行けば大丈夫なのか。いや、難しかったな、この2番目、セクション2が難しかった。はいはい、大きく切り替えて、届かないかも。届いた、ギリギリ届いた。これは余裕かも。この辺は切り返しで指が痛いかも。そのまま降りればいいだけかも。左流れてジャンプするだけかも。オッケーオッケー、Z 届け、届いた。ギリギリ、よーし、オッケー。
やー、二面が難しかったね。圧倒的に二面が難しかった。こちら、二次三次の VTuber の佐々木咲さんが作られたコースみたいなんで、ちょっと遊んでいきたいと思います。よろしくお願いします。クレジット 6% か。ベストタイム10秒。あ、クリアチェックは1分くらいだけど、ベストタイムは20秒。あ、これ頑張ったな。VTuber のコースだから、ベストタイムなんとか取ってやろうっていう意思が見られますね、これは。めちゃめちゃ遊んだろうな、このタイムアタック。ベストタイム取った人は。どんな感じのコースなんだろうね。あー、アイテムがいっぱいある。取りてー。主にヨッシー乗りたいですよね。417、好きよ。さあ、これは？おお、トロールっぽい感じになったね。オッケー。まだしのげます。大丈夫です。よいしょ。さあ、今度は丸々に乗りながら、うおー、トロールコースか。トロールなのか。多分このためのキノコだったんだな。わかんねえから、ミーク死ぬ。ぶね、生き残った。これは足場にして進んでいってほしいってことか。オッケー。反応させて右に行く。足場が多いですね。ありがたい。足場が多いですね。よったー、クリア。え、これ20秒でクリアしたらやばい。ほぼノンストップでクリアいってんだろう。すげえな、ベストタイム。ほんの触りだけマリオメーカー触って、あとはこう深くはやらなかったんだね。え、どういう配信してたんだろうな。見てみたかったな。オウロブロス、あ、オウロって何だったっけな。兄弟とか、あ、違うな、何だったかな。まあいいや、死なないように行こう。声もしっかり取れるやつちょこちょこ取って。このオフの切り替えは、まずクリボーしっかり処理していきましょう。 OK。 でワンワンの隙をついても切り替えて左戻ってみよう。あー、ここ行けるようになるのか。よし。なんか BGM 全然合ってなくね、これ。ここのオフは切り替えちゃダメだよね。水位上がってくるね。10コイン取っていいの？待って、結構厄介なことに なったかもしれない。ちょっと待ってね、一回これまずい。水の中のクリボーはめんどくさいぞ。まあ踏めるからいいけどさ。 OK。 はい。うわ、絶対取んなきゃダメなやつじゃん。危な。 OK、 天井なし、いい情報。オフのあのオフ意味ある？あれ全く意味ないだろ。あれなんで置いたんだよ。これは、うわ、右行きたいけど右壁だったわ。じゃあ無理だな。それなんだ、どういうこと、意味がわかんねえぞ。あぶね、食らっちゃダメだろこれ。あ、補充できるんだ。でも OK。 あ、待って、コイン取っとこうぜ。 OK。 いや、でも俺この BGM 大好きだよ。これすごいいいよな。耳がすごく幸せというか、なんだろう、ワクワクするというか、これからなんか冒険が始まるみたいな、そんな雰囲気すごい俺好きだよ。いいよね、これ。あ、ここ好き。ここ好きだわ。ここいいわ。これどうなの？大きい帰んの？わかんないときは帰る。あ、外れだったわ。いや、変えちゃいけない方だったな。見えないんですが、ちょっと待ってね、下の情報を確認します。ゴールでした。ありがとうございます。スピードラン10秒、よろしくお願いします。何期以内にクリアできるかな。3期くらいで済むと最高なんだけどな。これは降りていいやつでしょ。バカ野郎、それは無理だ。 OK、 初手100コイン取れるのでかいな。持ってくんだろう。え、あー、大事なしとかないといけないのか。うわ、みんな罰ここでついてんな。バネ必要だったんじゃないの。ああ、全然関係なかったわ。3、4回死んで3リーアップなんでマイナス1か。いや、1回しょうもないしがあったからさ。多分カットされてると思うけど。スノーパラダイスへようこそ。ワールド6の1。めちゃめちゃ作ってんじゃん、すごいね。5の8とか1の8まで作ってんだったら何コースよ。もう40コース以上作ってんの、えぐくね。いや、すごいな、みんなマリオ好きだな。オッケー。あ、いいコースだね。いいギミック作るね。それ面白いよ。好き。ここは猫マリオでゴールだからね。これキープしなきゃいけないんだよね。これ踏んでけってことか。あー、ずい。耐えるかな、これ。これ結構ギリ。あぶねー。しのいだ。これは、シャーって行って、シャーって行って、オッケーオッケー。オッケー。
あー、ここか、ここ行くのか。で、また持ってここ行くんだね。よしよし、1着取って、食らったらやり直せるんだな、これ。あー、これ何、あー、踏んでいくの、いいね、好きだよそういうの。届いた、危ない、結構ギリギリね。これもオフ切り替えまして、はいはい、大玉転がしすると、あ、ゴールがあった、あああああ、くらうわー、くらった。これでも俺は1アップ、あ、もう必要なかった、1アップ。これは大玉を、あ、大玉をそこで踏まなきゃいけないのか、むずいねこれ意外と。いやー、これだな、オッケー、見つけたぞ、わかりました、わかったんだけど、すげえむずい。いけたと思ったんだけどな、ダメか、いったー、オッケー。最後のこのギミックすげえ難しかったぞ。